それでは今年最後のお笑いプロレスランパチプロレスを始めたいと思います。皆さん声援の方よろしくお願いします。さあ解説の佐藤博文よろしくお願いします、はい、それでは始めましょう。第1試合いきましょう。新日本プロレスの方はこの方は初登場なんですね。実は名前は違いますけども、呼びましょう。新日本プロレスからアントニオ猪木選手入場です。初めてなんですよ、はいはい、あのプロレスも知らないですよ。あのジャイアント小野さんが顔がちょっと似てるんじゃねえかってことが呼び出したんですよ。あの昨日電話で呼び出されたさあ対戦相手発表しましょう。この方ですね、全日本プロレス夢の対決ですね。お呼びしましょう。三沢が三沢選手入場です。完成度が2点ぐらいですね。すごいですね。さあビデオロープにまたがってリング、三沢が三沢さあ三沢が三沢のちょっとクラクラしちゃってますね。さあランパチプロレス年末最後の第一試合を始めたいと思います。ゴー。さあ第1試合始まりました。アントニオ猪木 VS 三沢が三春。さあ一応バレしましたね。プロレスを知らないアントニオ猪木、さあ回転をして三沢が三春 VS アントニオ、どっちなんですか。さあどっちなんだ。さあしっかり力込めから、さあ見えないロープに、ロープロープロープ、ロープ。アントニオ大丈夫ですか。さあ三沢が見せる、さあ来いよ、さあ来い、さあ近づく、これはできてませんね。さあ三沢が見せる方がね、あのプロレスいろいろやってるの知ってるんですけど、はい、あこれロープ、エルボ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 いくか、エルボいくか、エルボいくか、エルボ、いや今のよけれましたよね。はい、さあよけないとこがお笑いプロレス。さあエルボ、三沢がのエルボ、三沢がのエルボ。さあこれ聞いてるんですかね。聞いてませんか。聞いてませんよ。あでも相当ダメージが。さあアントニオ猪木、顎出てますよ。大丈夫ですか。顎出してくださいよ。そうですよ。顎出し忘れちゃいますよね。さあ見えないロペの三沢が振った。さあドロップキック。さあ一方的な三沢が見つかる。さあここはアウトとポールに登って、さあ何をするか。一応登った手で、登ったで何回登って、どこまで登ってんだよお前。さあ私の差し加減で押しませんでしたけども、さあ三沢が見せる、さこれはラッキーですね。さあ低い打点のキックか。さあ一方的なアントニオ猪木マンチやってと言われました。さあ猪木マンチやってさあお客さんの格好で猪木マンチそうやらせると、おおいけるか。さあ手がいけいけ、タイガードラマ、なんだこれ、なんだこれ、一応やったのか、危ない危ない危ない。さあアントニオ一歩的ですよ。アントニオ甘いもん食べ
ハイキハイキさあ、トム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 チョコバトチョコバトチョコバトさあ、トム食ってさあ、カットしたさあ、トムイモさあ、トムさん食ってるもんさあ、あなた負けてますもん、どんどん戦ってますよさあ、トムこれでさあ、元気でしたさあ、トムさんさあ、ラブハンマーダックみたいな感じですねさあ、昨日覚えたんでしょうねYouTube でしっかりやってますねそしてさあミエロープに振ってさあこれなんだおこれはお買い物だおさあこっからのフラットビのインディアンデスロックさあインディアン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 デスロックだインディアンデスロックさあロックされてロックされてませんよロックされてませんよさあちょっとロックされたんだよねインディアンデスロックさあ疑ってますミサーダムサル何が痛いか分かりませんさあロックされてないインディアンですねただのインディアンさあここでマンチださあさあまだなんだまだどうしたペンが違うぞ違う頭が痛い頭が痛いマンチが頭だ足が足が頭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 さっきなんだ水が外しちゃったさあ関節が痛まっちゃったって感じですね膝に来ちゃったさあ膝に来たさあエンジン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 さあ決まったアントニオのエンジンさあホールだ。さあホールワンツースリー勝者アントニオ猪木さあ、お待ちしたくて、さあ、ゆうさん。元気ですか元気ですかあ、元気ですか普通にしたくていいですよ。元気があれば何でもできる。何でそれ、向こう見てください。不安で私のメンバーから来ましたけど、大丈夫、お客さんにすごい優しいから大丈夫です。あんこを食べば、あんこを食べる。血糖値が上がる。血糖値が上がる。考えたんでしょうね。そんな時はちょっと本当に食べると私は興奮する落ちが聞こえづらいって落ちが聞こえづらいって感じですよそうそうそう何ですかマイク通して聞こえないってどういうことですかこの声ですね、はい、なかなか声が張れないなかなか声が張れないバカ野郎ってことですねバカ野郎ってことですいやいいですよじゃあダメやっちゃいましょう一流さんがとりあえず一発目オープニングいっちゃいましょうそれは調理を収めるということでそうですねちょっと似てるよお、嬉しいですねあ、ちょっと待ってたぶん情緒不安定かお前大丈夫いくぞ行くぞ、オーデいくぞおー1、2、3